大衆焼肉みんなの錦さんにお邪魔しようかなと思います。ハラミをいただきます。はい、というわけでね、今日は丹羽瀬駅から、まあ、ちょっと近くですね、に来てます。あの旧2号線沿いなんですけど、倉敷からね、岡山に行く場合とか、まあ、その逆に岡山から倉敷に行く際とか通る、道なんですけど、まあ、この道を通ってたら、右手か左手にこの焼肉屋さんが見えるんですよね。大衆焼肉みんなの錦。はい、で新しくね、だいぶ前に、もう5年以上経つかな、新しくね、お店ができて、それまではもうすごいね、あの老舗感漂う焼肉屋さんだったところで、まあ、岡山でかなり有名な焼肉屋さんなんですよね。そうはね、この、まあ、岡山といえばという、人気焼肉店、名前の知れた焼肉店、大衆焼肉、みんなの錦さんにお邪魔しようかなと思います。こちらです。で、前もってね、連絡のやり取りもして撮影 OK ということで、で今日はね、ちょっと特別にね、撮影を兼ねてのお席を用意していただきました。時間が朝の11時から、夜の11時、23時ですね。定休日もあります。だからこの昼休憩とかなしにやってる焼肉屋さん、はい、でちょっと早速入っていきましょう。テイクアウトもあるんで、じゃあちょっと入っていきます。左、あまりね、これお座敷席用意してもらいました。だから普通の席もあるんですけど、この宴会とかそういうのに使えるんじゃないでしょうか。ローストビーフ、ちょっと通常の、メニューを見ていきましょう。まず飲み物から出てきましたけど、今日は、ね、ちょっと無理なので、なるほど、ちょっとおしゃれな感じの、ま、サラダとかいろいろありますね。どうしようかな。錦お弁当、なるほど、よし、大ですね、はい、ハラミの縁側一つ、はい、マットをかけるカルビ一つ、はい、で、生体のコリコリ焼き、はい、塩と辛口あるの、じゃあ辛口で、はい、で、あと飯を大で、はい、はい、こんな感じになってます。錦と太郎、はい、結構ね、重量感があります。こんな感じでございます。ご飯の
大が来ました。コリコリ焼きの激辛、なんかすごい辛そうな感じですね。個人的にはこの
コリコリの盛大のコリコリとビール飲みたいなっていう、別に辛くてもいいですけど、なんかそんなに続く辛さではないんで、なんか一瞬の辛さというか、なんかちょっと韓国っぽい、なんか焼肉かなって。普通に肉を焼いていきます。でちょっとね、ご飯ダイスを台頼もうかな。よし、食べました。錦ね、よかった今日。はい、というわけでね、今日は錦、みんなの錦さんに、お邪魔させていただいたわけですけど、なんだろうな、すごいなんか満腹感が半端ないのと、ですね、やっぱりなんかその大衆焼肉の名残っていうのがまだ残ってます。まあなんか時間をかけてゆっくり食べて飲んで、なんかちょっとケーキ漬けに旅に行くみたいな感じですね。家族とか、友達とかね。で、まあ本当にこの辺りですね、なんか庭瀬城かわからないですけど、お城があったりね、昔ながらのスポットなんですけど、錦の近くね、こうやってね、まだ石碑みたいなの、石碑があるんですよね。水って、水か。結構ね、なんか気になるスポットではあるので、ちょっとまたね、庭瀬の方もゆっくり歩いていこうかなと思います。すごい美味しかったです。もう満腹度が半端ないです。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。村版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。